皆さんどうもどうもよろしく、私ドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャント M やっていきましょう。いいね、いい感じ、いい感じ。さて、これであんたはおしまいよ。笑い方気持ち悪いね、こうの。完全に悪役やんか。素晴らしい、素晴らしいぞ、素晴らしいぞ。何こいつ、何がそんなにおかしいんだ。お前、私は喜んでいるのだよ、妻君。真の覚醒すらしていないその状態でよくぞこれだけの力を。素晴らしい、実に実に素晴らしい。だが君はもう死んでもいい頃だよ。自分はよくやった、そう誇りながら死ぬがいい。さあやれ、クイーンオブアイス。え、なに、え、なに、用済みだってか。死んでもいい頃なのはあなたの。なぜだ、なぜ私を裏切る。裏切る、小賢しいこと。過当な人間の分際。過当な人間の分際ね。まあクイーンオブアイスだな。まあ素晴らしいことですから。いるだけだ、気づかなかった。お前利用した、この私を。そう、貴様の欲望につけ込む、私を復活させる。そのためけど、その役目も終わり。くそ、なぜ私に協力するふりを。この坊やがいたから。俺が、あなたのその右腕、その状態を知りたくて、おびき出す餌が必要なの。餌が必要。笑い草だな。私は所詮餌だったのか。そういうこと。身の程を知って悔しい、しかし後悔してももう無駄よ。さて、あなたの右腕のその力は認めてあげる。でも私と戦うにはまだちょっぴり早いんだ。だから今は見逃してあげる。見逃すかと。勝手なこと言うな。東野を返せよ、クソババ。クソババ。裏口を叩く力は残っている。本当に私に勝てると思って。勝つさ。一斉のいいこと。けれど、あなたとはまたいずれ。その時のためにこの子は連れて行くわ。さあ、私の可愛い坊や、いらっしゃい。やめろ、東野に手を触れるな。完全なる従順でしもべになってるやんか、トウヤ。トウヤを、トウヤを返せよ。コウ先生、このざまを嘲笑うのか。そんなことじゃない。俺にはなんで先生がこんなことを。言っただろう、私はゴーレム王以前の技術を復活させたか。先生はそのために俺を利用して、まるで道具みたいに。そうだ、お前は私にとって都合のいい実験材料でしかなかったからな。コウ先生、教えてくれ、俺は何者なんだ。俺の右腕はなぜこんなものに。さあ、なぜお前の右腕がそうなったか、それを知る者はいない。知
するものおらんの？ちょっと一人ぐらいいてくれてもいいんじゃん。お前を研究していただけだ。それ以上のことは知らない。軍が俺を研究していた。その右腕の正体はわからないが、確かなことはそれが失われた太古の技術で作られたということだ。太古の技術で。私はお前の腕から細胞のサンプルを採取し調べた。その腕がデビルゴーレムの細胞を核として作り出されたこと分かったんだよ。アツマの右腕がデビルゴーレムの細胞からできているですって。そうだ。だからそれはデビルゴーレムと同じ。いや、それそのものがデビルゴーレムと言ってもいいだろう。そんなはずがない。そんなはず、俺のこの右腕がデビルゴーレムだなんて。私の調査に間違いはない。それにお前は散々我らに見せてくれたではないか。その腕の力を。その腕で殺戮を繰り広げるその様を。その力の凄まじさゆえ、お前の右腕についての研究は凍結されてしまったわけだが。大丈夫か、こう。もう死にかけやんかも。まあ、君の決定などにやすやすと従う私ではないが、君なの愚か者どもめ、貴重なサンプルをただ学園に飼い殺しにしておくなど私が許すと思ったのか。研究者として忘れられるものではなかったぞ。君の精鋭部隊を一瞬にして怪人と化した。お前の右腕の力はな。俺はようやく思い出したのだろう。何せお前の右腕が暴走するたびに私が封じてきたお前の記憶。先生が俺の記憶を。軍上層部は恐れたのだよ。お前がその腕の正体を知り、力を使うことを拒否するの。そして最悪自ら命を絶つこと。そんな軍の連中は俺を何だと思ってるんだ。お前は兵器だ。俺は兵器じゃない。俺は人間。ならばなぜあの封印を解くことができたのだ。あれはデビルゴーレムの力の共鳴によってのみ解除できる。お前はその共鳴に導かれたのではないのか。お前がしてここにいること、それこそお前が人間ではないという証拠ではないか。違うか。違う。俺はお前がいかに運命を拒絶しようとその力をいずれ解き放たれる。その日が目で見られることが残念だ。世界の終末、あるいは始まるのか。どちらにせよ非常に興味深い光景だったろう。先生もう死んでるわ。笑いながら死んだ。いや、あかんやろ。いや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 、ちょっと
笑いながら閉めてよ。ちょ、おかしくねそれ。これは何を一体。おそらくこの男の死が施設の崩壊が始まる条件に設定されていたのでしょう。マジか。何ですって。カリン様、ここは逃げるべきです。そうね、急ぎましょう。ちょっとアツマ、何してるのよ。俺はもう動きたくない。何ですって。この非常時に何ボケたこと言ってるのよ。いや、ボケてはないと思うよ。きっとこの右腕でものすごい数の人を殺してきたんだ。それにトウヤも俺の助けを必要としていないって。こんなんじゃ生きてる意味ないだろう。何甘ったれたこと言ってるだよ。コリン、死にたけりゃ勝手に死になさい。でもね、それで罪滅ぼしできるなんて思ったら大間違いよ。コリン、今あなたに死なれるわけにはいかない。私たちにはあなたのその右腕が必要なんだから、死ぬのなら自分の役割が終わってからにしてちょうだい。結局君も俺のことをただの兵器だとしか思ってないわけか。俺は役立たずで邪魔なもの。必要なのは右腕で、俺じゃない。バカ、見くびらないでよ。私はもうじきここは崩壊する。早くここから脱出するんだ。だから誰よこれ、誰よこれ。あなたはかたじけない。ライガー、今は一刻を争います。早くここから逃げましょう。分かった、ありがとう。あなたは一体。礼などいらない。さあ急いで脱出を。胸元にキスがそう、目に入ってもうた。今初めて目に入ってもうたけど、あんな傷あったんや。謎の男やろ。めっちゃストーカーみたいなことしとったやつやろ。執念深いやつじゃん。ほんまそれがな、ちょっとな。なんとか助かったわね。ありがとう。それであなたは一体。次はエンテイだ。え？さらばだ。いや、ちょっと待ってよ。どういうこと。言っちゃった。あの人一体何だったのかしら。さあ、ねえアツマ、アツマ、さあ約束は約束よ。今度こそ私たちの作戦に協力してもらうわよ。嫌だと言ってもその首に縄つけてでも連れていくわよ。ちょっと聞いてるの。ねえアツマ、約束を守るのは人として当然のことよ。人間だったら約束は守りなさい。俺は人間じゃない、兵器さ、ゴーレムさ。バッカじゃないの。バッカじゃないのよ。ゴーレムが泣くわけないでしょ。俺行くわよ。うん、まあ行きましょうということで、まあ今回これぐらいですかね。結構長いことね収録するんで、本当に長い。何まだあんの。ちょっと待って。あ、なんかトウヤがいた。クイーンリョーボアイスいたよ。トウヤ、人間ってとても愚かよね。はい、クイーン。けれどあなたは人間をやめて私のパートナーとなることができた。あなたはこの私を補うかけがえのないワンピースなのだ。とても光栄よね。はい、クイーン。もうトウヤちょっと、もう闇落ちしすぎてるよ。どうしよう。この先も私のために尽くしてくれれば、私たちはきっとずっと強く、もっと深く結びつくことができると。私と一つになれる、嬉しい。はい、クイーン。だから僕を殺せ。では私たちのつながり、誰にも邪魔させないパーティー。
全にもう支配されてるやんか、トウヤ。え、だから何よ、あいつは。謎の男、謎の男はずっと謎の男のままなんですけど。あれ、もう戻ってきた。いや、トウヤ君。ま、かけたまえ。え、あれ、なんか違う。え、先生、折り入った話とは一体何でしょう。なあ、君の真剣の話なんだがね。僕の真剣？先ほど君のご両親が見えられてね、君の真剣が正式に学園に委託されることになったよ。古代人の血統を色濃く引く君のような人材をシティの管理下に置くのは、まあ当然といえば当然のことだがね。そうですか。お話がそれだけならもう失礼してもよろしいでしょうか。随分と冷静だね、トウヤ君。両親と引き離されるのはショックではないのかね。引き離されるというほど近しかったわけではありませんので。うわ、なんかトウヤもトウヤでなんか冷たい心持っとる。それに彼らは僕を恐れていましたし。恐れていたか。何がおかしいのですか。いや、君のような古代人の血を引く優秀な人間がただの人間たちに恐れられ、ただの人間たちのためにその才能を浪費する、そんな状況は奇妙だとは思わないかい。奇妙？まあ、優秀な者が下等な者に支配されているなどナンセンスだよ。古代人の末裔といっても単にエンチャント能力が秀でているだけで、エンチャント能力の優劣で人を区分けすることの方がよほどナンセンスでは。両者の差が単なるエンチャント能力の優劣だけではないとした。他に何があるというんです。古代人は魔導器なのだよ。魔導器？そう、古代人の血を引く者はデビルゴーレムの魔導器としての役割を担うことができる。そして魔導器としてデビルゴーレムをコントロールすることができれば、人を超えることなどたやすい。先生らしくもない机上の空論ですね。果たしてそうかな。アツマ君の右腕、君も気づいているだろう。あれの力をまさにゴーレムと人間の融合の実証例だ。君がもし望むならば。先生。なんだね。くだらないヨタ話を聞いたせいか、とても気分が悪いので失礼させていただきます。そうかね。ではこれで。トウヤ君。なんでしょう。気が変わったら教えてくれたまえ。失礼します。すぐに変わると思うがね。何このワンシーン、ちょっと何。え、何ってか、もうちょ終わる思ってたのに終わられへんやんっていうな。はてさて、もう一度確認しておくけれど、気が変わったとかはなしよ。約束は絶対に守ってもらうからね。聞いてるの、アツマ。分かってる。レジスタンスの手伝いをすればいいんだよな。そうよ、私の手伝いをすればいいの。分かってる、約束だもんな。何を、やる気ないわね。ご飯も全然食べてないし、いざっていう時にパワーが出ないわよ。私たちと一緒にいればまだチャンスがあるかもしれないのに。チャンス？そうよ、古代の伝承ではデビルゴーレム同士の戦いがゴーレム王を泥沼にしたとされているが、復活したクイーン・オブ・アイスが黙って他のデビルゴーレムを見過ごしているとは思えないでしょ。つまりどういうことだよ。バカね。つまりクイーン・オブ。そういえばあの男、次はエンテイだと申しておりました。あの男？ああ、あのイケメンさんね。イケメンかい。ちょっと素敵だったな。カリンはああいう男性が好みなのか。そうか、俺はなんだか知らないけど生理的に受け付けない感じがしたけどな。ソリが合いそうにないというか。あの男一体何者でしょう。隙のない身のこなしやエンチャント能力の高さから考えて相当な手だれであることは確かでしょうね。御意、
相当な手だれ。そうか。まあイケメンについては気にする必要はないわ。とりあえず敵ではなさそうだもの。あなたのお友達と違ってね。どういうことだよ。だって抵抗もせずにずっとクイーンオブアイスと一緒にいるんでしょ。操られているのか本心からかは知らないけれど。ふざけんなよ。本心なわけないだろ。本当にそう断言できるのか。なあ、助けてくれなんて誰が頼んだ。それ、まあそうだろうな。まあ私たちは以前のそのトクマ君だっけ、トーマなのことをよく知らないから何とも言えないけどね。とにかくここであれこれ考えてても拉致が開かないわ。一回アジトに戻りましょう。何か新しい情報も入っているかもしれない。良い、例の近道を使われますか。気乗りはしないけどそうしましょう。急ぐに越したことはないわ。クイーンオブアイスはこちらの都合はお構いなしでしょうか。近道ってなんだよ。ロンドン城の中を抜ければレジスタンスのアジトまでの近道なのよ。ロンドン城の中、え、ロンドン城の中なんて通っていいのか。平気平気。ギョイ、いいから行くわよ。よし、じゃあ今回はここまでですね。お、リカバーボディを手に入れた。では次回の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。